私、宮古島観光協会のミドルトンゆきこと申します。本日、宮古島のこと、観光について皆様にプレゼンさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。い、それではこちら、ズミ、ムシ、バッシュライン。もう旅行者の皆さん、どういう意味かももちろんご存知だと思うんですが、ただもしわからないという方のために、ちょっと宮古島の方言をご紹介させていただきます。ちょっと、押せない、すみません。ズミ、最高、いいね。無視、面白い。バッシュラン、忘れられない。最高に面白い、忘れられない宮古島。こちら、宮古島の方言ですが、下にもあるんですが、沖縄半島の方言とも、皆さん知っている言葉であれば、例えば、メンソーレーとかあると思うんですが、都の言葉は沖縄本島の言葉ともだいぶ違っておりまして、違った文化が息づいております。い、それでは、宮古島について説明させていただきます。宮古島といえば、沖縄本島から南西に約300キロメートル、サンゴ礁が隆起してできた小さな島々です。が、空港が宮古空港、下地島空港と2つ入り口がありまして、それぞれに直行便が飛んでおり、とてもアクセスのいい島となっております。そして気候も年間を通してとても温暖なので、観光にとても適した島になっております。他にもたくさんの伝統芸能、伝統品などありますので、こちらも後々ご紹介させていただきますね。はい、では、宮古島といえば、宮古ブルーの青い海。その中でも、与那覇前浜ビーチは、東洋一美しいビーチということで、何度も日本一位のビーチに選んでいただいております。もう今日あたりはすごい天気がいいと思うんですが、明日も視察される方は、天気が良かったら、美しい宮古ブルーの海が見れると思います。で、宮古島の一番の特徴といいますと、こちら。三つの橋で気軽に五島巡りができること。沖縄本島にも橋はあったりして、八重山の方とかだと船で回ったりとかなんですが、ただ、宮古島にある橋、まあ、その中でも一番有名なのが、伊良部大橋。こちら。全長3540メートル、3個の島の語呂合わせで皆さんに楽しんでいただいております。無料で渡れる橋としては日本一の長さを誇っております。その次がこちら。海しかないのかいという聞かれたときは、いえいえ、こんな施設もあるんですよということでこちら。総合博物館や開放館、海中公園など、いろいろ楽しい施設もあるので、雨の日でも楽しめる施設がたくさんございます。こちらもそうですね。マイパリさん、ユートピアファームさん、モンブランさん、こちらたくさんあるので、海以外でもたくさん楽しめるコンテンツのある島です。マイパリさんはこちら、今日出店もされてますので、皆さんお話聞いてみてください。はい、こちら、特産品。宮古島といえばマンゴー、夏のマンゴーって有名なんですが、実は冬のメロンで今ちょっと押させていただいております。宮古島のメロンは冬に栽培する気候が適しているということで今人気なんですが、こちら果肉がしっかりとして甘みが強いのが宮古島のメロンの特徴です。こちらパラダイスプランさんの方で宮古島の メロンをご紹介しているので、少し話を後で聞いてみてください。はい、他にも宮古島たくさん特産品がありまして、その中でもやはり有名なのが宮古上布、麻織物の最高作品と称されております。その薄さはトンボの羽のように薄い。ただそれでも強くて100年持つと言われております。その宮古島、あ、宮古島の宮古上布に実際今日触って体験することができるのが、あそこの合同会社46ストさんで、宮古上布体験することできますので、
興味のある方は行ってちょっと触ってみるだけでもいいのでちょっと見てみてください。他にもたくさん宮古島生き物がおります。あと宮古島の最大の特徴の一つとしてはハブがありません。八重山とか沖縄本島はいるんですが、宮古島はハブがいないので、夜道でも山の中でもぐいぐいと進んでいくことができます。他にもですね、宮古島たくさんのイベントがありますし、スポーツアイランド宮古島ということで、来年3年ぶりに全日本宮古島トライアスロンが開催される予定となっております。こちらの方も島民島を挙げてみんなで盛り上げていこうと今みんなで頑張っているところでございます。はい、それではこちら体験プログラムに説明させていただきます。まずこちらですね、宮古島ひととき散歩さん、島人と話し遊びと暮らしに触れる、こちらのポイントですが、島の資源、自然や歴史、暮らし、文化、食などを持続的に生かした島人が主役の体験プログラムを紹介させていただいております。こちらプラネット4さん、あちらにも出展されてますので、興味のある方はお話聞いてみてください。こちらですね、宮古島といえば海なんですが、海だけでもなく小さな島で大冒険、海と洞窟探検と里神巡り、天気がいいときは海で遊んで、ちょっと天気が崩れてしまったときは洞窟を探検したり、集落の神様がいるんですね。宇滝とはまた別の集落を守っている神様がいるので、そこをちょっと巡ってみたりっていう体験ができます。はい、そして世界中の貝が勢ぞろい、貝の博物館と貝細工体験、こちら開放館とあるんですけど、そちらでいろんな貝が展示されてるんですが、それ以外でも自分だけのオリジナルの作品を作ることができます。でこちらお食事とかもできるのでおすすめです。続いてこちら、宮古島の生き物に出会う体験ナイトツアー、こちらですね、池間島の方で実施するんですが、宮古島の固有種の宮古窓ボタルを見れたり、ヤシガニを探したりするツアーです。はい、では続いてチームビルディングの話をさせていただきます。宮古島だからこそできる宮古島ならではの体験で、能力、スキル、経験を最大限に発揮し、目標を達成できるチームを作り上げます。こちら、飲社の伝統行事、飲社ハーリー体験。沖縄半島では、ウミンチュって言うんですけど、宮古島、特に池間島、佐良浜、西部地方では飲社って言います。漁師町、漁師のことを飲社って言いますね。こちらでハーリーに乗って、波流船、サバにいろいろ言うんですが、手漕ぎの船に乗って、みんなでレースをして、することで、ちょっとチーム力を高めていこうよっていうイベントになっております。続いて、こちらも海のイベントで、海のチームビルディングですね。こちら、大人が本気になって海で遊ぶ。じゃあ何をして遊ぶのかっていうと、昔の池間島の子供たちがやっていた遊びを一生懸命本気になって海で遊んでみるっていうものになっております。その他にもですね、SDGs カードゲーム、SDGs をゲーム感覚で体感できる SDGs カードゲームや、チームビルディングとしてウォーターサバイバルゲームを提案させていただいております。続いて、CSR プログラムですね。こちら、小さな島の課題を学ぶ、タマヌオイルクリーム作り。こちら、小さな池間島っていう、宮古島の北の方にある小さな島で池間島ってあるんですけど、こちらで小さな池間島の解決したい様々な課題解決に向けて実践を行っています。やらべの木さんっていう団体がいるんですけど、島の島民のみんなを巻き込んで、島に仕事が巡って、そしてお金も循環するっていうシステムを今ご案内させていただいております。
続いて、島の食材、食文化でエシカル消費、島食材バーベキュー、宮古島なんですが、冬野菜がとても美味しくて、島野菜がとても美味しいで、実は有名なんですけど、こちら、宮古島の島の食材を、野菜を使ったバーベキューをご提案させていただいております。そして、チームといえば T シャツがあったら楽しいんじゃないかということで、宮古島観光協会でオリジナル T シャツ作成することができるので、興味がある方ご連絡ください。はい、続いて宮古島のマイス太陽ホテルをご紹介させていただきます。こちら、シギラセブンマイルズリゾート様、宮古島東急ホテル&リゾート様、ホテルアトールエメラルド宮古島様、こちらですね。こちら3つをご紹介させていただきます。シギラセブンマイルズリゾート様、こちら約100万坪もの敷地の中にたくさんの施設があるリゾートになっております。様々なタイプのニーズに応えることができるので、こちらお客様の用途に合わせたご提案が可能となっております。続いてですね、宮古島東急ホテル&リゾート様、こちら東洋一のビーチ、先ほどご紹介させていただきました舞浜ビーチの目の前にあるホテルでございますね。こちらゴルフとかも一緒に合わせて楽しむことができるのでおすすめです。続いてホテルアトールエメラルド宮古島様、こちらこの会場ですね、島の人もお見合いごとがあればすぐこちらに来るっていうコンベンションといえばこちらみたいな感じになっています。詳細が確認したい方は、このスタッフの方たくさんいるので捕まえて聞いてみてください。続いて、ヒルトン沖縄宮古島リゾート様が2023年に完成予定となっております。ヒルトン様本日出店もされて、ブース出店もされてますので、ご興味のある方、ご確認お願いしても聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、続いて、宮古島のマイス施設を紹介させていただきます。こちらですね、JTA ドーム宮古島様。こちらも行政の施設になるので、ちょっと休みにいろいろ使えたりはするんですけど、こちら、様々なパーティーやチームビルディング、ミュージックコンベンションなど、多様な用途がございます。続いて、宮古島市の未来創造センター。こちらもですね、多目的ホールや、スタジオ、研修室などたくさんありますので、様々な用途ができて使うことができます。こちらも宮古島市の持ち物になっております。続いて、宮古島市文化ホール、町田市民劇場。こちら、このアトールエメラルド宮古島のすぐ横にある施設なんですが、1996年5月8日のオープン以来、たくさんの用途で市民や当該からの方もずっと使われてきて、すごい親しみのある施設になっております。こちらも行政の施設となっておるので、ちょっと休みに使えたりもします。はい、続いて、宮古島コンベンションホール様、ホテルシギラミラージュベイサイド内にあるリゾート内最大の宴会場です。企業様からの国際、集会から国際的なコンベンションまで様々な宴会、ミーティングをサポートしていただけますので、興味のある方はお問い合わせください。はい。先ほどご紹介させていただきましたプランについて、組み合わせも自由にお答えできますので、ご予約は最低3ヶ月前までに、下記の下の宮古島観光協会の方にお問い合わせくださいませ。それでは本日の私のプレゼンは以上となります。ご清聴ありがとうございました。